はい、はい、グダグダ料理教室の第80弾タケノコと鶏団子の煮物ということでですね。では、パート2のパート2では今度は鶏団子を作っていきたいと思います。まず、はい、ボウルに鶏団子、この鶏もものひき肉ですね、そしてを入れてこんの俺、よいしょ、はい、出てこんわ、ほんまに、はい、これ入れて、でここで一つね、ポイントがあるのですが、ひき肉はまず塩だけを入れてこねてください。そうすることで、あの仕上がりのね、口当たりがとても滑らかな感じになりますので、塩を大体小さじ4分の1ぐらいって書きましたが、ちょっとね塩味がね効いた方がいいので、もうここでね塩味をつけてしまいますので、少し多めに小さじ2分の1ぐらい入れてもいいかなと思います。はい、それではまず塩だけでひき肉を練っていきたいと思います。はい、でパート2ではね、この鶏団子作りを撮影していきますのでね、でまた一旦、撮影を止めてパート3でちょっと次の工程という感じでやっていきたいと思います。しばらくだんまりな感じになるかなとは思うんですけど、これどんぐらいまで練ったらいいのかって言いますと、ちょっとこれ白っぽく糸が引いてくるぐらいまで練った方がいいかなと思います。よいしょ、ちょっと力がいるんですけど、こんな感じで、はい、手にまとわりついてくるようになるので、それぐらいまで頑張って練ってください。もう少しですかね。でこれ結構ボールとかパタパタ動きますので、下に布巾などを引いてやると結構力を入れやすいかなと思います。よいしょ、こっちか、こんな感じかな、もうちょい行きましょう、こんな感じで、結構ね力がいるんですよね、この作業は、ね、でもこの工程さえね終わってしまえばあとはもう楽ちんですので、頑張ってくださいね。だいたいこんぐらいで白っぽくなってきたの で、今日はね、あの肉の量も少ないですので、この程度でいいかなと思います。こんな感じでいいかな、はい、はい、だいたい、はい、このぐらいまでなりましたら、お酒を加えます。はい、お酒を加えて、溶き卵ですね、で少しちょっと
混ぜ合わせたらつなぎの片栗粉ですねを入れていきます。はい、それでちょっと粉がね、粉気がなくなるまで混ぜていきます。でね、ちょっとね、こんな感じで柔らかめの感じになりますので、スプーンですくって、煮汁に入れていくという感じになります。はい、こんな感じですね。ちょっと動いちゃった。はい、これで大体混ざればこんな感じでいいかなと思います。はい、よし。はい、ということで、じゃあちょっとここでね、一旦カメラの位置とかをね、移動しないといけませんので、一旦パート2の撮影を終えて、パート3で次の工程に、行きたいと思います。よし、よし、はい、はい、ではちょっと一旦、アウトツー終わります。